戦場をこん。いざ、竜玄徳。大志を掲げ。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。信じる者のため、趙紫竜、いざ参る。何者かによって作り上げられた異世界。この地に武田軍はかなり押されているな。我らはまだ状況を持つ。早速で悪いけど別動隊として北上してくれんか。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。ま、敵も無策じゃなかろう。伏兵の匂いもプンプンするしね。じゃが大軍を破るには賭けも必要じゃ。信之たち、気をつけて行くんじゃよ。速やかに進まねば。そこで雪村が失うわけにはいかない。今日ダメよ。大きい誕生。何を考えて。わからない御仁だね。信長は強い力を持ち、忠実な部下の人間。あの調子じゃ信奉者にはついていけない。対抗勢力が現れる。ここにいるのは危険だ。聞くしかないか。しかし核の目論見通りよ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。やはりそっちから来るか。伏兵部隊出番だ。親方様の読み通りだ。皆眼前の敵を打ち破り突破せよ。大将、大きがいる。こんなに強いなんて。宿敵、共に闘争の美酒に弱む。虎と竜が一緒に戦うことになろうとはね。これ初めてじゃったっけ。伏兵は破った。このまま敵軍の脇腹を突く。さては策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。暗乱軍とやらの最後傑作は侮り難し。これは将来的に勝ち目がありそうなんだ。馬毛騎が撃ち取った。伏兵もやっつけた。じゃあ総攻撃と参ろうか。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度も。これはどういうことです。
悪いね、光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なんだ。裏切りなどもってのほか。各殿、ご覚悟。信長様に挑む資格があるかどうか、あなた方の力と信念試させてもらいます。タグの野郎を裏切りやがったか。こりゃ無駄の連中を助けねえとまずい。弟よ、どこへ行くのかの。もしかしてケマリカのマロも行くの。信長様、申し訳ございません。俺は過分か。こっちに来た以上、あんたらのため精いっぱい働かせてもらうよ。今すぐあなたを信用することはできない。だが力は借りた方が良さそうだ。話が早くて助かるよ。それじゃ今後ともよろしく。あの人がどう出るか見物ね。織田軍はほぼ壊滅した。残るは信長だが。一体どうなったんだろうね。敵将撃ち取った。長子竜参る。急ぎ雪村を救わねば。さすがです。あなたならばと思っておりました。まったく素晴らしいね。これだからあなたは面白い。武を極め。やるのおことのようなもののふこそ国の礎よ。さすがです。あなたならばと思っておりました。これが天下無双のもののふのあり方。しかと拝見しました。あなたならやってくれると信じていました。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれぬ。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたいが。信長様のため、ここは通せません。戦場を修羅と化し止めてみせます。私はペルセウス。奴の持つウルアを取り戻しに来た。信長、お前はなぜ戦っている。理由なき力に従えるはずもない。よいぞ劉備、この信長にその怒りを、力をぶつけよ。乱世終わらせん。あの者、世の事情を知るか。いつか吐かせてみせようぞ。信長、逃げられてしまったか。おかげで助かったよ。よし、成功したな。よし、うまくいったな。
戦場を混沌で you